お兄ちゃん食べ終わったかい？じゃあ隣持ってっちゃうよ。ほらお腹すかした、ほら小僧たちどうぞ。お腹すかした小僧たちどうぞ。はいどうぞどうぞ、小僧たちどうぞ。ほら女ほら逃げ出さないで、ほらお前んとこも次やるから、ほら逃げ出さないように、お姉さんも逃げ出さないようにね。いや食欲旺盛な小僧たちだな、小僧たち食欲旺盛だな、君たちもな、ほんとなよくね、ほんとねよくね、みんなね、いい顔して食うね。いやいい顔して食うね、やっぱね、いい感じだ、いい感じ、いい感じだね。食うね食うね、ほら女抜け出してこっち来ないでダメだ、ほら後でな、お前は後で。やっぱお前らそば好きなんだな、やっぱね。俺はあんまりそばは炭水化物だから食べてほしくないんだけど、そばは好きなんだな君らな。やっぱ炭水化物食べたいね君たちね。あー、厚揚げがあっという間になくなったよ、そういえば、いつの間にか。あー、厚揚げ好きだな、君たちな。ほら、女、お前、また入ろうとして、お前。こいつもね、飯食いたくてしょうがないんだよね。お姉さん。待ちきれないっていうのわかるけど、ちょっと待っててね。みんないい顔して食ってるね。ここはね、しんちゃんファミリーが3人いるね。隣の部屋にもね、しんちゃんファミリーもっと大きいのがね、ゴロゴロしてるんだけど。しんちゃんファミリーがだいぶ勢力伸ばしてきたよね、最近。みんなちっちゃかったの大きくなったよね、でもな。お前ら大きくなった、すごく。もうここまで大きくなったら安泰だ、お前らもな。食ってね、みんなね。元気いっぱい。食べて食べて大きくなって。あら、厚揚げないんじゃちょっと寂しいな、これちょっとね。厚揚げちょっと足してあげようかな。厚揚げを足してあげようか、少しね。ちょっと女出てこんなよ、まだお前も。厚揚げをね、ちょっと足してあげないとダメだ。厚揚げを足してあげないとね。あらららら、いつの間にか女入ってきちゃった。お前ダメだよ、男部屋に入っちゃう女。女人禁止ね、ここね。ほら、男がほら、色めき立っちゃうからやめて、ちょっと、お姉さん。厚揚げまた切ってやるか、じゃあちょっとね。厚揚げを切りましょうね。厚揚げをこれ切って。おいおい、ちょっと、油断も隙もねえな、お前。女ダメだ、入っちゃう。忙しいね、この、ほんとね、うちはね。女がこう、脱走するのいるからね。女も男も脱走犯が多くて。あ、こんなもんでよろしいかな。はい、こんな感じで厚揚げを切ったらば、どうしよっかな。したらば。はい、厚揚げないけど、もうちょっと足すかね。
そんなダメ。でももう厚揚げみんないっぱいあるね。もうね、食べたね、食べたね。もういいか、食事終わりでいいか。やっぱハムスターって言ったら厚揚げ食べないとね。豆腐もいいんだけど、やっぱ厚揚げのいいところはね、豆腐よりまだ栄養価がさらに濃縮されてるところにありますね。女の人なんかよく厚揚げがいいって言うでしょ。女性ホルモンに近いものがなんか厚揚げには入ってるらしいですけど、栄養価は非常に、豆腐でもありますけども、油で揚げてる厚揚げは非常によろしいようですよ。ハムスターもね、非常に健康になります。あ、まあ、女、ほら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 、女、男のとこ入っちゃったな。おい、出てこい、ほら、出てこい、出てこい。お前、出てこいや。ほら、お前、ほら、じゃあ、お前、自分とこで飯食えよ、ほら。な、もう、ラストしないで、自分とこで食え。という、お食事の様子でした。色めき立っちゃってみんなね、もう女が入ってくると匂いでさ、やっぱりね、男子校と一緒だね。やっぱ女の匂いにはみんな敏感だよね。この女もでっぷり太っちゃってもよく食べますね。はい、それではまた。